ンプメカに乗れないかと思ってヒヤヒヤしたな。王子はいつもやりすぎなんですよ。うるさい。必要なもんは手に入ったんだからそれでいいだろ。もっと探索してお宝パーツを見つけたかったな。ジャンカー崩れはいなくなったが、防衛メカはまだ生きている。間違っても一人で来ようなどとは考えないことだ。わかってる。一人では来ないよ。多分。でっけえ空洞だな。この洞窟がルジバ戦艦につながっているようだな。ジャンカーたちが出入りしやすいように整えられているようですな。うっしゃほった、うっしゃよっほった、ほっよっしゃ。戦艦はこの山に墜落したんじゃな。そうだ。凄まじい衝撃で付近には瓦礫が飛散している。それでも戦艦は無事なんだな。めちゃくちゃ頑丈じゃん。いつかじっくりいじってみたいな。でっけえ空洞だな。この洞窟がルジバ戦艦につながっているようだな。ジャンカーたちが出入りしやすいように整えられているようですな。ありがとうございました。うっしゃ。王子、次はわしに乗り物を操縦させてくだされ。じゃんけんで勝ったらな。言いましたな。行きますぞ。じゃんけんポン。イエーイ、俺の勝ち。次こそは。どうやらさほど広くない遺跡らしい。メカは動かしにくそうだぞ。歩いて探索する方がいいかもな。
メカなら少しは安全だったのに。しょうがないよ、メカは万能じゃないから。どうしたね、町に入らないのか。そのつもりですけど、ラジオで臨時ニュースが始まって。臨時ニュース？王子、私たちも聞こう。オッケー。先日、ナパス基地の戦車が何者かに強奪されたことが判明しました。ん？犯人はその戦車で国民の水を奪い、村々を破壊し暴れ回っている模様です。なんじゃと。不審な戦車を見かけた方は直ちに国王軍まで連絡してください。犯人の正体も分かっておりません。情報のある方もご一報ください。なお、捕らえた方には生死に関わらず賞金3000万ゼニーが国王より渡されます。何？私たちは違うわよ。そうですよね。ドア町長が信用してる人たちですもの。くそ、国王軍め、そこまでやるとはな。これで全てが敵になってしまったぞ。泉を発見しなければ私たちはただの悪党だ。ほら、頼まれてたもんだ。おお、ありがとう、助かったよ。では必要なパーツをいただいて、残りはお前さんたちにやろう。え、もういいのか。なあ、わしが欲しかったのはこのパーツだけだからな。残った部品もメカの武器の強化に役立つはずだ。そっか、サンキュー。この間は失礼な態度をとってごめんなさい。実は魔物が手当たり次第に人を襲って水を奪っていると聞いたことがあって、つい怖くなってしまったんです。まるっきりの嘘ではないが、噂とは尾ひれがつくものですな。誰が手当たり次第だよ。国王軍から必要な分だけじゃん。軍から？銃を持った兵士を相手に？ベルゼブブさんってすごく強いんですね。危険に満ちたサンドランドを旅してこられたのも納得です。危険？あなたくらい強ければピンとこないかもしれませんね。でも人間にとって旅は本当に過酷なものなんです。補給のままならない砂漠をただ移動するだけでも大変なのに、盗賊団やラプトルに襲われることもありますから、町一つ移動するのも命がけなんですよ。ふん、そんなもんか。そんなものだ。私も一人で旅はできない。旅慣れた行商人でさえ少し運に見放されただけで命を落とすことがあります。目的地にたどり着くだけでも幸運が必要なんだ。ベルゼたちに会えた私は運が良かったんだね。はあ、こんな話をしていたら急に心配になってきました。何が？
実は馴染みの行商人さんに新商品を発注しているんです。でも約束の日を過ぎても一向に届かなくて。とても運の強い人だから大丈夫だと思っていたんですけど、もしトラブルに巻き込まれていたら。あのベルゼブブさん、もし旅の途中で行商人さんが困っているのを見かけたら力になってあげてもらえませんか？まあ気が向いたらな。ありがとうございます。よろしく。懸賞金をかけられるなんて最悪だね。一刻も早く泉を見つけるしかあるまい。戦車を捨てて帰ろう。幸いわしらの正体は分かっていないんだ。情けないぞシーフ、魔物のくせにビビるな。しかし王子、私は一人でも泉探しを続ける。このまま帰るわけにはいかん。私も手伝うよ。共犯者になっちゃったしね。言っとくが、俺は泉をこの目で見るまで帰らないからな。シーフはそんなに嫌ならもう帰っていいぞ。そんな王子を置いて帰ったらみんなになんて言われるか。まあまあおじいちゃん、心配しないでもなんとかなるって。ジャンプメカさえ完成すればきっと泉を見つけられるよ。軽く言おうって。なんとも肝の据わった娘だ。ジャンプメカのことあんだけに任せてよかったのか？中途半端に手を貸すとかえって彼女の邪魔になってしまう。我々はこの先の旅に備えて体を休めよう。とほほ、あってもなく国王軍のいる南をさまよわなきゃならんとは。多少の土地勘ならあるさ。30年ほど前に南に住んでいたからな。30年前といえば、まだあの辺りにピッチ人が住んでいた頃か。いや、ちょうど国王軍に絶滅させられた頃かな。ああ、その頃だ。ありゃあわしの知っておる中でもベスト10にノミネートされるほどの愚かな事件じゃったな。愚かだと？ピッチ人の恐ろしい兵器によるサンドランドの破壊を食い止めたんだぞ。そんなことを信じていたのか。ピッチ人の開発していたのは水を作り出すマシンだ。水？水だと？まさか。違わないね。頭のいいピッチ人は自分たちとみんなのために大量の水を作り出そうとしていたのだ。そんなものを作られては金儲けができない国王軍はそいつを破壊してしまったんだよ。その証拠に水を作るマシンに必要なアクアニウムを協力すると見せかけてピッチ人に提供したのは国王軍だ。国王軍はアクアニウムを利用し攻撃して大爆発させピッチ人を絶滅させた。そんな。その攻撃の戦車隊を指揮していたのは私だ。え？あの大爆発で私の村はほとんどが壊滅し、戦車隊員も私以外は全員死んでしまった。軍は
私もその時死んだと思っている。連中は全てを分かっていながら攻撃させたというのか。分からんな。大爆発すると知っていながらなぜ戦車隊を。一石二鳥だったんだろう。ゼウ大将軍のやり方が気に入らなくて、いちいち逆らう俺たちも消すには。まあそんなに気にするなよお前さんは知らなかったんだから。そうだよ、世界を救ったつもりだったんだろう。悪魔はピッチ人の開発していたのは水を作り出すマシンだ。本当の悪魔は国王軍はアクアニウムを利用し攻撃して大爆発させピッチ人を絶滅させた。私の方じゃないか。一体何を。闇のパワーを吸収してるんだ。どうやら戦いになりそうだからな。だろ。ふう、あ、よく寝た。さてと、ジャンプメカがどうなったか、アンの様子でも見に行ってやるか。これは。それいいでしょう。ルジバのジャンカーマーケットでコアフレームを売ってたから買ったの。私が乗っていたのと同じ型の車だ。そうなの？売ってくれたジャンカーは顔にひし形のペイントをした盗賊から買ったって言ってたよ。あやつらか。転んでもタダでは起きんな。もしかしておじさんのだった？どうやらそうらしい。そうだったらこれはおじさんにあげる。いいのか？いいよ、組み立てるの楽しかったし、いろいろお世話にもなってるから。すまんな、ありがとう。いいな、俺も自分の車が欲しいぞ。コアフレームがあればベルゼの分も作ってあげ。目が赤いな。寝てないのではないか。うん、車の組み立てで徹夜しちゃった。ジャンプメカをほったらかして何をやっておるんだか。ほったらかしにしたわけじゃないって。ジャンプメカを作るのは設計図がないと無理っぽいの。え、なんだよそれ。仕方なかろう、特殊なメカだからな。設計図なら東亜町長が持っておるかもしれんぞ。
反乱軍が残した資料にジャンプメカの記述があったと言っておったじゃろう。それだ、じいさんのとこに行ってみようぜ。よくじいさんの話を覚えてたな。記憶力なら魔物の中でもピカイチですからな。東亜町長が持っているのが設計図であってくれればいいが。何かしていく？いってらっしゃい。なあ、ジャンプメカの設計図持ってたりしないか？設計図？いや、持っておらんが。前に反乱軍が残した資料に記述があったと言っておられただろう。ああ、そういえばそんなことを。あったあった。こいつのことだな。持ってるじゃん。少し預からせてもらっても。構わんよ。サンキュー、じいさん。あ、設計図持ってきたぞ。本当にあったんだ。すごい、これがあれば完成させられる。早速取り掛かろう。パーツが足りてるといいけど。完成！本当に作り上げてしまうとは。なんだよおっさん、できないと思ってたのか？正直半信半疑だった。よほど良い芯についていたのだな。師匠なんていないよ。ほとんど独学、見よう見まねってやつ。
実践の機会には恵まれてたけどね。なんと。ともあれ、これで国王軍の奴らを出し抜いて南に行けるわけじゃな。かつて反乱軍が拠点にしたこの町で国王軍にあだなすメカが作られる。これも何かの因果か。よし、早速出発しようぜ。メカのことで困ったらいつでも戻ってきなよ。おい、王子、東の渓谷へ向かう前に一度南へ下ってみよう。なんで？今後のために国王軍の戦力を確認しておきたい。ふん、分かった。何かしていく？いってらっしゃい。アンという娘。え、私？彼女がどうしたのかな？実にいい子だと思ってな。へっへ、いい子だってさ。なんでちょっとバカにしてるのよ。何かあったのかね？いやな、ガレージで彼女が車を直しているのを見ておったのだが、心から楽しそうでな、車好きのわしまで楽しいやら嬉しいやらでいい気分にさせてもらったのだ。見られてたんだ。まあ悪い気はしないけど。車はいいよな。俺も自分の車が欲しいんだ。ほう、お前さんも車好きか。ならばジャンクの大穴に行ってみるがいい。ジャンクの大穴？ルジバのジャンカーマーケットに向かう道中の分かれ道を右に行くと、ジャンカーたちが不要品を投げ込む大穴があるのだ。そこに行けば車が手に入るのか？車そのものは難しいが、車フレームなら見つかるかもしれん。すげえじゃん、行ってみるよ。